はい、こんばんは、ヨッシーです。酔いどれておりますが、話を聞いていただきます。4月下旬から5月にかけて10連休を取られた方は結構いらっしゃるんじゃないかと思いますね。5月1日が即位の礼になり、祝日に挟まれた、平日は休みになるというところの根拠からですね、そういう理由で10連休になっております。今年に限ったことですね。そして、もう一日今年に限った休みがあります。10月ですね。10月の22日、曜日は火曜日だったと思うんですが、これは即位の礼、正殿の儀というような祝日になっておりますね。もちろんカレンダーには、記載されておりませんね。印刷されてません。その代わりと言っちゃなんですが、1日祝日が減ってます。去年に印刷されたカレンダーはちゃんと旗が立って赤色の数字で祝日ということで歌ってあるんですけども、天皇誕生日ですね、平成天皇の誕生日、12月23日月曜日ですけども、ここはもう平日に戻っておりますので、12月になってから、あ、ここ休みだということでね、休みされないように、勘違いしてしまうようなカレンダーがねありますね、もう消しておいた方が無難です。では、令和天皇の誕生日休みやないかと、まあ、その通りですね。これは来年からになります。くしくも、私と日にちは違うんですけども、同じ月で2月23日でいらっしゃる、まあ、来年から休みになろうと思うんですけどね、ですので今年限りのお休みと、一つ休みが減ったと。そして、来年からは天皇誕生日が変わりますよというような話でございました。それではまた、バイバイ。